こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、久しぶりにベイブレードの動画出したいと思います。で、前回のベイブレードの動画、こちらのダークデスサイザーヘビーオービットで、こちらの超絶シリーズのこの3つのベイと対決してみたのですが、まあ、互角以上に、まあ、戦えたんですよね。なので今回は超絶シリーズの3つとこちらです。こちらはですね、確かランダムブースターボリューム5に出てきたレアベイだと思います。こちらのギガントガイアクォーターフュージョン、このギガントガイア出た時は正直デフォルトで相当強かったっすよね。確かジョージ石原的には今でも通用するんじゃないかなと思ってます。はい、では行きます。ではまずはウィーニングバルキリーのデフォルトと対決してみます。というか、まあその前にですね、ちょっと久しぶりなので単体で回してみます。水平に普通に打ってみます。あ、そうだそうだそうフュージョンなんで、そうなんですよね。じゃあちょっと斜め打ちしてみます。多分斜め打ったら引っかかったような、押し出すように打てば大丈夫か。ということで、こちらのギガントガイアとウィニングバルキリーのデフォルトと対決してみます。ではまずギガントガイアから、そしてウィニングバルキリー、おおいける、ひょっとしていける。ではいきます。そしてウィニングバルキリー、さあ、おお、やっぱりいったか、やっぱりいったかで、やっぱり立つんやね、これ。まともに当てたらね、まともに当てたらさすがのギガントガイアも厳しいので、斜め打ちします。そして、ウィキング。これならうまくかわして、あーっと、あかんかで、まだ立つんかい。では、いきます。そしてウィーニング、あ、これ完全にミスったシュートですね。はい、まあとりあえず1回勝ちということでね。では続きまして、ギガントガイアと Z アキレスのデフォルトで対決してみたいと思います。こちらはとりあえず最初はドライバー低い方でいきます。ではまずはギガントガイアから、そして Z アキレス斜め打ち、まあ、完全にシュートミスったなあ、でも Z アキレス強いからな。お、あー、どっち、今のどっちかな、際どいな。おーっと、いやー、やっぱ強いな。そしてギガントガイア、いけ、周りを回ってくれたらね、大丈夫、当たらなければ勝てる、持久力じゃ負けないっしょ。最初からこうやって打てばよかったんだ。あれうそもう一回、もう一回だけ、ちょっとね、引っかかってたので、ランチャー変えます。そして、しけ！お願い、勝って！よし、勝った！まあ、こっちの方が明らかに分がいいですね。最後はこちらのエンペラーフォルネウスと対決してみたいと思います。超絶シリーズのデフォルトでは多分これが一番強いと思うので、まあ、こちらずっと先に打ちます。ちょっとそれぐらいのハンデがないときついっすね。いきます。よし、あ、重たいな超絶やっぱり。あ、でも持久力はね、ギガントガイア結構あるので、ちょっとね、一矢報いてほしい。お願い、あー、いけるかな、いけ、いけ、いけ、あー、お願い、あー、無理
かよし勝った。いやそれ違うな。はい、いかがだったでしょうか。やっぱり超絶米強いですね。特にこちらのエンペラーホルネウス、これはもうちょっと勝てる気しなかったっす。そしてこちらの Z アキレスとウィニングバルキリー、まあ、こちらにも正直部は悪かったっすかね。やっぱり超絶米は強い、そんな印象を受けました。まあね、こちらのギガントガイア、もう2世代前ですから、仕方ないといえば仕方ないんですけど、ギガントガイア当ててね、使った時ってすっごく強いなと思った米だったので、まあやっぱりね、超絶はそれだけすごく強いということなんでしょうね。はい。ありがとうございました。バイバーイ。